10月4日の深夜、俺は練馬から上目黒の事務所まで黒猫を乗せたんだ。東京都練馬区で女子高生の行方がわからなくなっています。お前ら何者だよ。ミステリーキッスのデビューに関する取材と伺ってたんですが、話が違うな。クソうざい、嘘くさい。これ一体何の取材？ただお金持ちになりたかったんだ。目的があるんなら簡潔に言えよ。警察にも何度も言った。私は殺してない。神に誓ってもいい。今日一日で何人アポ取ったの？どうなの？調査進んでる？すみません、ほうれん草の白あえに極力近いものあります？彼が得体の知れないものに巻き込まれていく様を感化できなかったんだ。いろんな話したよ。小戸川さんの家族が帰ってこなくなった話とか。生きていくことがどういうことかちょっとは知ってたから悲しくなったんだと思う。覚えてない？前に乗せたかな。申し訳ない。ううん、いいの。もっと大騒ぎされると思ってたから。お前らに教えといてやるよ。事実なんてそれぞれの心の中にあるんだ。一つじゃない。映画オッドタクシーインザウッズ、4月1日公開。ルイタンルイタンルルルル